皆さんこんにちは、岡田真央です、はい、メリークリスマスメリークリスマスですね、はい、いい感じです。いい感じ。今日もボーティーコーヒーさんからお届けしております。ありがとうございます。ペコシーはい、ということで今日はこのね、まあ冬といえばもうバスケの時期みたいな感じなので、はい、まあもちろんあのリーグもガンガン今もう半分ぐらい終わって、ダブルリーグが、はい、リーグの間に皇后杯が入ってるんですよね、はい、ちょいちょい。これ撮ってるのが10年2月6 6日、はい、6日なんですけど、はい、もうベスト8が出揃っております、はい、まず学生とか、実業団とかから、まあ、リーグが始まって第1次ラウンドみたいなのが始まって、クラブチームとかも、はい、あるんです。全部出る、高校から、そう、あとは全部出る。そう、高校、大学、クラブチーム、社会チーム、実業団みたいな、うん、でダブルリーグみたいな全カテゴリーが日本一を争うっていう大会なので、1次ラウンドはそういう学生とかダブルリーグがいない状態のトーナメントがあって、はい、で第2次ラウンドからダブルが出てきたんですけど、今8チーム決まったじゃないですか、はい。まずここに残ってきた、勝ち上がってきた学生たちが、はい、まず拓殖大学、白鴎大学、はい、筑波大学、はい、岐阜女子高校、はい、大阪体育大学、うん、向こう側女子、はい、愛知学生が、まあ、学生なんですよ、はいはいはい。そう、まあ、ダブル以外のチームでいうと秋田銀行とかも入ってるんですけど、はいはいはい、なんですけど、ダブル対そこみたいなね、そういうことですよね、感じがから始まるんですけど、はい、まずそのダブルリーグのチームがそっちのチームに負けてる試合が何試合もあります。秋銀もアランマーレに勝ってるし、アランマーレほら秋田同士、秋田対決で、しかも1点差、秋銀が勝つ。そう、ほんと秋銀ってずっと実業団ではもう強いですよね、うん、あのね、もう強豪も強豪、はい、日本一みたいな、はい、真央さんの時代もありましたよね。秋銀ですか。いや、暴食として、はい、そういう学生とかとやったことあります。あ、もちろんもちろん。どんな感じなんですか。いや、もうゴリゴリくるでしょ。そう、何も怖いもんないじゃないですか、向こうは、ね、そうそうそう、うん、こっちしかないんですよ、こ、なんていうの、リスクは勝って当然みたいな、そう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 、その気持ちの差マジで大きいと思いますし、向こうはもう1試合とか2試合終えてから来てるから、うん、うちらは1試合目じゃないですか。熱々なんか、そう、向こうが熱々のそのっていう状態のこっちがまあ待ち構えてるだからドーンって感じで行くと向こうの勢いにバッて飲まれることは本当にあると思います。で、だから勝ったのがこの2次ラウンドで、うん、秋田銀行がまず秋田に勝ったでしょ、アランマーレに、はい、で、白鴎大学が日立ハイテクに勝ったんですよ。80対85。いろんな要素あると思いますよ、もちろんね。で、新潟アルビレックスが岐阜女子に負けました。高校生に、そう、岐阜女子は岐阜女子は強いですよ、はい、留学生もいるし、はい、強いですね、まあ、65対80で15点差で結構ついてるじゃないですか、はい、岐阜女子が勝ちました。あとは愛知学生対向こう側女子とかでやってるから、まあ、学生が勝ったりとかしてるんですけど、その勝った学生たちがまた次、はい、ダブルリーグのもっと強い、あの順位的にはもっと強いところと、はいはい、まあ、やるわけですけど、そこで岐阜女子はエネオスに負けて、でも20点差ぐらいなんで、まあまあ前線ですね。そう、66対85なんで、だいぶ戦ってるっていう、さすがだな、岐阜女子っていう感じですね。強いんですっていうことですよね。強いです、強いです。もう岐阜女子はもうずっと強豪なんで、ウィンターもじゃあ結構、はい、来るんじゃないかな。でもやっぱこの前の日清がやってるは京都精華とかが勝ってるんで、もう多分大岡とか岐阜女子とか京都精華は本当にこう、もうこういう感じだと、そのあたり結構、ね、はい、思います、うん。白鴎がなんとハイテクを破った後、はい、東京羽田ビッキーズも破って、また勝っちゃった、はい、でベスト8に唯一学生で、すごいよね、昔から強いですよね。はい、昔から強いです。79対66で勝ってます、ね、で、まあこういう感じでベスト8に上がったのが富士通、はい、白鴎、はい、エネオス、はい、シャンソン、はい、トヨタ紡織、はい、アイシン、うん、トヨタ自動車、デンソーですね、はい、1個だけ残った、はい、で、このアイシンも三菱と戦ってアイシンが勝ってるんで、これリーグでもそうだったんですよ。ここ結構順位争いしてたところだったんですけど、ちょっとあれですね、そう、近いですよね、はい、まあ、トヨタとかはもう順当に勝ってるし、あ、そうだ、あとごめんなさい、下の方の2次ラウンドの学生もっといた、はい、環太平洋大学もいるし、日本経済大学もいますね。で、鶴屋百貨店とか、はい、日立カサド、今治オレンジブロッサムっていうチームもありました、はいはいはい、
ていう感じで、まあでも結果 W リーグのチームが7、大学が1という結果で、ファイナルラウンドは国立代々木競技場第2体育館で12月13、14から始まります。13日の方がシャンソン対トヨタ自動車、これも楽しそう。ちょっと面白そうですね。リーグではどうだったかな、ここもうやってたっけな。シャンソン対トヨタ自動車まだなんじゃないかな。やってないじゃないですか。トヨタ自動車今14連勝中なんですけど強すぎる。そう、もう開幕からずっと勝ってるけど、上位チームとまだ1回もやってないんですよ。そう、本当ハイテクから下のチームとかしかやってなくて、デンソーとかエネオスとか富士通とかシャンソンはその自分たち同士でもう当たってて2敗とかしてる、1勝1敗でどこも終えてるみたいな。シャンソンはね、ずっと連勝してたエネオスとかデンソーとかに初めて黒星をつけたのがシャンソンなんですよ。もしかしたら、もしかしたら行くかも。そう、シャンソンが行く可能性もありますよね。順位だけじゃ分かんないですよね、まだ戦ってないからっていうところと、ただ一つ勝ち上がってきたこの白鴎大学とやるのはエネオスです。でも白鴎なんかすごい強いから、ちょっとあるかもしれないですよね。そう、ほぼないけど、やっぱほぼない、ほぼないと思います。逆に他のチームならあり得る逆かもしれないと思います。エネオスだけは難しいんじゃないかなって思うのは、エネオスは本当に心強いからそこまで今もうエネオス一強ではないのはもちろんわかるんですけど、絶対的女王だったそのプライドみたいなのはすごくある、多分チームに根強くあると思うんですよ。なんかその勢いに飲まれるみたいなことはない。マジで楽しみですね。で14日が富士通対愛知、トヨタ暴食対デンソーですね。リーグ戦でいうと暴食2敗してます。富士通はアイシンとは富士通も2勝してるんですけど、このアイシンが富士通にすごいトントンなんですよ。76対71で負けてるのと、はい、55対54で負けてるんですよ、はい、だから1点差じゃないですか、はいはいはい、そう、5点差と1点差だから、ワンチャンアイシンもそうありえそうな雰囲気を醸し出して、これは1試合しかやらないんですよね、トーナメント、はい、完全トーナメント、完全トーナメントです。だからトーナメントの怖さってそういうところですよね。本当に勢いあったら勝っちゃうみたいなとかあるから、うん、もうその時の結構モチベーションとかなんか体の状態とかなんかなんやかんやに左右されて、この今、8チーム残ってる中で、はい、学生が残ってるっていうのは過去はそんなないですか。まあ、基本はだいたいベスト8はダブルで埋まるけど、珍しいってほどでもないです。たまにあります。さっき言ったみたいにリスクしかないじゃない、リスクしかないっていうのもおかしいけど、なんか向こうがその、まあ、それは向こうの方無敵じゃないですか、気持ち的には、気持ち悪いそうそうそう、それにすら打ち勝つそのメンタルを鍛えるトレーニングですよねすごい、もうそういう状況でも自分たちは足元を救われずに勝つっていう、そうそうそう、その精神的なトレーニングでもあるなと思います。はい、W リーグのチームは特にねっていう思いますね、はい、すごい。というわけでどこが上がってくるのか。去年はどこが優勝したの。去年優勝したのはエネオス準優勝デンソーで、3位がトヨタと富士通、まあもう4強す、うん、でその前もエネオスが優勝で準優勝デンソーです。で3位が暴食富士通、ここに暴食が、はい、入ってます。エネオス今皇后杯、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10連勝中です10連覇中。その1個前、10連覇する前にトヨタ自動車が1回、うん、平成24年に勝ってて、はい、GX が2位の時があるんですよ。でその前はでも富士通が3連覇してたりします。シャンソンが優勝してるのもあります。6回ですね、シャンソンの優勝、4連覇してる時もあります。4連覇して1回ジャパンエナジーに持ってかれて、もう1回その後でももう1回勝ってシャンソンが、でもその後からジャパンエナジーまた3連覇して、でシャンソンが1回来て、でそこからずっとジャパンエナジーでみたいな。なんか最初トントンよりちょっとシャンソンの方が上かなぐらいで言ってたけど、徐々にあのジャパンエナジーとかね、エネオスが差し込み出して、でその率がどんどんジャパンエナジーの方が今上がっていったみたいな歴史ですね。この感じ見ると13、14地味に行けないのかな、ちょっと待ってチェック、決勝も見に行きたいけど、あー行けるな
行っちゃおう。はい、っていう感じです。皆さんもぜひ見に行ってみてください。はい、すごく楽しいと思います。私もまだちゃんと試合見れてなくて申し訳ないんですけど、はい、ハイライトぐらいしか見れてないんですけど、はい、ここに行くまでにちょっともうちょっと見ようかなと思うし、うん、ここの試合は絶対に私は見ようと思いますので、はい、皆さん一緒に楽しみましょう。